清水さんとの違い。速度域は高いんだけど、うん、はい、角がないし、うん、あの滑らかでタイヤも鳴ってないし、なんでだろうっていう、あ、はいはい、考えれば分かるんですけど、うん、やっぱり違いますよね、うんうん、田中さんは、はい、まあ、ちょっとガツンガツンした感じがちょっと多少ありました、はい、あのステアリングの切り方とかブレーキの踏み方とかのその なんていうんですか、じわっとしたこうじわっと踏む、じわっと切るっていうようなところがきっと違うんでしょうね。あのじわっといくか、このカクカクっていう感じでこう回すかというようなことかなと。でみんなこれが速いと踏むのも一緒になっちゃう、うんうんうん、だからパンってこっち来るんだけどじわっと踏むの、うん、パッとこうにもうプッとこう止めちゃうのね。もう乗せた瞬間に多分踏み込んでるんですよ。だからこうやってこうはやらないのね。動きは速いんだけど急ブレーキ踏まないでコンマ50ぐらいで止めちゃう。例えばさ、富士の 100R のレースなんかで速い車だったら奥まで行ってちゃんとブレーキ踏むときなんかそんな感じなんだよね、はい、どうしても多分こう行ったときにそのままグッともうこのぐらい踏んでるんですよね。右足の動きが速いと踏み込みも強くなっちゃう、うん、そうそうそう、こういう感じですよね。そうそうそう、初めとか、まあ、加減もそうですね。だからコンマ 5G でいいわけよ、全開で 1G 出したい。だけど早くコンマ 5G に持ってく、はい、加速も同じ、全開でその 1G 加速できるんだけどコンマ 5G の加速は欲しいんだけどそこに早く到達させる。でも早くやろうとするとみんな性能が出しすぎちゃうね、はい、でそこのところってもうみんながコントロールできてない性能が出ちゃってるだけなの。それは普段どう、自分でだから意識して、意識して、意識するしかない。もっと早く、もう遅い遅い、全然遅い。それはトンボが止まれるよ。でそれができるのと、あとは今度思いっきり踏むってこと。そうそうそう、だからそのいろんなパターンで右足が自在にブレーキのところで動いてくれないと。だから山本さんは多分アクセルからブレーキに行く右足がダガッとしてるから、はい、遅れるんだよねそこは、はい、だから早く減速 G を出してあげる。だけどコンマ 5G で止めてあげる、はい、だから普段から練習するときに、例えばこういうところで50キロぐらいまでふわっと加速して、はいブレーキで、ブレーキのところはガーンじゃなくてコンマ 5G ぐらいで、スピードメーターは50キロいって下がって下がる、そういう練習をずっとやる。その時右足の動きを早くブレーキペダルに、うん、踏み替えてあげる。だけど強く踏まない、はい、でそれもはもちろん強く踏むことも同時にやっておけばいいんだけどね、はい、それはもう普通に一般道走ってて何でもないところでやるんですか、それとも信号待ちの時とかに。こういうところで何も、まあ、あと一般道走ってる時にあのとにかく右足に意識を持ってこないと、はい、俺あの自分が昔ここで志賀高原ラリーでこうあの雪山で走ってた時にやっぱ、はい、主催者のある人に言われたのはもう右足が全てを決めるっていうふうに言われてたけど、うん、確かに雪道なんかは右足でスピードをコントロールしてるでしょ。だからハンドル操作とかもあんまり関係なくてスピードだけ最適だったらね、いち早くスピード落としてあげれば運転は楽になるし、うん、そうですね。だから右足が全部の原因作ってるみたいな感じで、手で修正してももうダメなので、はい、パニックになったらもうすぐにブレーキ踏んであげちゃう。じゃあ右足力ですね。右足力、はい、